いる。やば。え、これすごいですね。リアルタイムっすよこれ。わーすげえ。カラーも保存されてますね。すごい。このね、ランキング画面後で見れると思うんですけども、すごいですね。ブレイブルーとか次の日にならないとダメなんですけど、ヤブヤブがクリフ1位になってんだけど、クソ笑ったんだけどヤブ和彦いいな。すごいすごい、リアルタイムはいいですね。さあそれでは行きましょう。負けたトーナメントが勝ち上がりの投げさんのファーストと対戦しますが、B トーナメント勝者のアインカイ。あーちくわがなんとか押してほしい。切れそうなところをダッシュでかっさらっていたのは投げファースト。これはやばい。もうホルトにこんなにゲージを割いてもゲージが減らない。そして HP を回復してボンボン画面端から中央へドリル。そしてここはうまいデッドアングル早めに切り返していく。テンションマックスなんでね、うまい具合に相手にこうペースを握らせないようにしないと一生固めが終わりませんので。さあスタン1を打っていくか。さあ体力も回復、そしてテンションマックス画面端に向かっていくが、回はうまい。ここで A 刺してデッドアングル読んでいる。足払いからチャージを深めに重ねる。うまい。これはファジージャンプ読みだったのか。バックスも捉えているが足場を出し切ってしまった。ローマーキャンから前に出る。体力は回復したいが NS ローマーキャンで前に出て3敗したらタチピリ返す。強気に前に出る。さあそしてガードすればするほどゲージが溜まるのがファースト。逃がしてしまったが、ここはドリキャンの着地ずらしのドリルキック。一本選手は投げファースト行きました。じゃあもうこの試合側はうん任せます。さあ空中チャージ、オバンニエス足払いからディッパー青キャン3ハイスラタシハイスラ画面端。さあ5番ちょっと様子見、バーストが一瞬溜まりましたんでね、それで一瞬様子見を混ぜたんですけど、ここはドーリールがカウンターヒットしまいかなり痛いジャンブリー落として、さあここは飛んで逃げる前 AP から KD 当たらず。あと暴れつぶし、マイピーの、ね、無敵を今この目でしっかり見れました。ボーイングマイウェイからバースト、エンエスからこれいきなりオイスだったがバーストに出してバックステップ出してしまったか。コパンダン AP からしっかりコンボをつないで画面端3ハイスラからここは投げはしっかりジャンプ、しかし着手をうまいことに捕まえて画面中央落として大きい攻めは3ハイスラから走ってコパンタシケニエスタシハイスラアイオショフト足払いからここは限定コンボを決めていく。アインカイが取り返す。さあ前 AP 前ハイスラ、さあ3位置を浮いてうまい具合に返していくんですけども 2K タシハイ、ここ対空に集中しているところを返していくがハンマーヒット、これはお互いによく分からない状況になってしまったが、ここはうまくディレイしてジャンプアイスラー着地からの主導権を逃がせない。下で待つが空中投げうまい捉えて円安金安にならなかった。毒があるがここは31ピョンピョン飛んで回避、31を巻いて画面端押し込みたい。31で牽制潰してしかしロあっとこれはちょっとグラってきてしまったが、コーパンニエス立ち合いすらここはしゃがみ歩き画面ちょっと厳しい状況が続くファーストですが、ここは何としても押し返していきたいところ。あっと持続が当たって非常に気まずい当たり方、画面端しゃがみ歩きがある。金バーストまだあるぞ、足場は避ける。さあここは手伝われ走り抜けてアイ、そして無理をしないメーテを引いたがエンス刺さって勝ったのはアインカイとなります。あ300円だよ。
はい、じゃあ、試合になりますので、じゃんけんだけしましょうか。やべえな、気まずいぞ、これ。あはい、先ほどアインマンと投げさんの三決が、うん、三決じゃねえや、準々決勝終わってアインマンが謎の新人オートロジョニーへの挑戦権を獲得している。勝った方が優勝です。行きましょう、オートロジョニー対アインカイ。本日決勝戦第1ラウンド牽制していくお互い、早速バーストを使ってくるオートロジョニー、コインで画面端固めて、だからスタンで画面端から抜け出していく、助け暴れて 6K6K、 さあ上コイン、もうコインがなくなった。これはいわゆるあれでしょうか、コインはおもりにしかならないでしょうか。スタンド押し返してジャンプ系低空投げ、今度は今のターンチャージの隙に上逃げてジャンピー降りて、ここで立派にバースト、体力は若干ジョニーリード、ゲージはアインマンふんだんにあるので使っていく。さあこの中距離の差し合いが熱いぞ、ジャンハイが空中で当たったのでダウン取って、さあミストファイナー中段でスタン消して体力5分といったところ、さあお互いコンボっていうか触りたい、じりじりとした足合い、オートロジョニーとても突如現れた新人とは思えない貫禄の立ち回り、ディバイン、ここでジャンプ刺さった前パンから俺の名入って3、2、1、ぴったりといったとこ。思わず頭を抱えるオートロジョニーやばいごめん、ダメだ、笑いすぎて何も出てこない。オートロジョニーさすが新人ですね。あそこまで本日多分これまとめ動画行きの各種新プレイ、好プレイが好きな試合となっておりますね。前半からさあなんか見えたぞ今、さあ早く重ねて、さあ今の FB グリードでしっかり流れをものにしているアインカイ、オートロジョニーなんとかここでスピアに俺の合わせて昇竜生くらい前半届かず、5パン重ねてスピア投げから、さあ前系が届かなかった、ここで勝ったのは宴会、優勝は宴会でございます、おめでとうございます。さあじゃあ大トロさんにコメントいただきましょう。里井に笑われちゃいますね。いやーやばかったね、ちょっと面白かった。これも立ち合いだけですけど大丈夫だろうと思って、これ勝利を確信してたらダメでした。というわけで本日の大会優勝はアインカイとなりますので、お疲れ様でした。はい、いやー緊張した、もうダメだね。まあけど配信見てる人は楽しんでくれたと思いますんで良かったと思います。最近なんかこう配信を意識したプレーができるようになってきたんで、あとはちょっとね頑張って動画内に映れればいいなって感じだね。はい、じゃあそんなわけで本日はカード対応となりましたギルティーゲームセックスアクセントがプラスRバージョン 1.10A 何の絵か分かりません。まあなんかリアルタイムで成績が反映されるのはいいんですけども、
ちょっとテストモード入ると、戦績がね、保存のあれもあってちゃんとやってないから10分経ったら待ってねみたいな感じになってるんで、ちょっと大会の時は呼ばれたら次の試合の組み合わせも呼び出しますんで、もうその呼び出しを聞いたらもうの試合の方はしないようにお願いします。1回目は基本的にもう1回だけ待ちますけども、次呼ばれたらもうノーカードで試合の方出てもらいます。よろしくお願いいたします。それでは本日の大会お疲れ様でした。はい。